イバラカンザシ、英名、クリスマスツリーワームは、タモ類の動物。カンザシ5階科に属し、茨かんざしイバラカンザシ階と呼ばれることもある。体長は5から7センチメートル、体節数は250ほどである。頭部に生えている2本の傘のようなものは、口紅葉から分化して、エラとして発達したエラカンであり、ケアリムシ目に見られる特徴である。 刺激を受けると、エランを素早く引っ込めることができる。また、エランの目的は、これで、浮遊生物を捕らえて、口に運ぶことにもある。そのエランが、かんざしのように見え、これが、かんざし誤解化の特徴である。エランは、呼吸にも使われる。エランは、口の上背面の部分が左右に伸び、そこから前にエラを発達させたものであるから、普通は、 上から見ると C の字型に並ぶ。しかし、イバラカンザシではその両端がさらに伸びて内側に巻き込むため左右対称の螺旋になったエラの列が一体あるという形になる。エラカンの基部からは先端が広がった棒状の構造があり、これは虫からだが生管に引っ込んだ時に入り口に蓋をするものなので、これを角外という。イバラカンザシは この角外の上の中央にある突起が枝分かれして、茨のように見えることからその名がついている。また、茨ンザ士族の学名スピーロブランクスの名は、螺旋状のエラを意味し、エカンが螺旋状になっていることから名付けられている。このエカンは、色彩変異に富んでおり、赤、青、黄、緑などの個体がいる。二色以上の大色を持つものが七割であり、 茶が、最も多く3割の個体が有している。ついで、木、紫、大体、白、赤が多い。1体のエランの間に見えるのが、カラフタイバラカンザシは生管を多くの場合にどこかに埋め込んで、定住生活している。一子三五目に埋め込んでいることが多い。生管は、石灰質でできており、これもカンザシ五海通の特徴である。 生漢の色は開白。生漢は定住場所に完全に埋め込まれているので、エランをこの中に引っ込めると、体全体を隠すことができる。ある研究によると、イバラカンザシの定住は、石産後に悪影響をほとんど与えない。死んだ石産後に定住することもあるが、普通は生きている石産後を好む。そのため、大きなカンザシ誤解がいるということは、 産後の健康の目安になる。ただし、金属表面でも別の生物の死骸により表面に凹凸があれば定着できる。生還の年間成長速度は平均0.6ミ、mm、リメートル。生還の直径は推定年齢12歳のもので7.4ミ、mm、リメートルである。個体を採取して年齢が調べられたことがあり、それによると10から20年程度のものが多かった。 沖縄では、推定年齢40年の個体も見つかっている。繁殖期は夏。イバラカンザシが死んでできた穴に、別の生物が住むこともあり、カンザシアドカリ、テンクロスジギンポ、コケギンポ、シマギンポなどが挙げられる。イバラカンザシの足として S、ギガンテアコーナクレーティスと S ギガンテアギガンテアがいる。霧島薬国立公園では2002年に、環境省、 国人8号で捕獲等が規制されている動物に指定されている。ありがとうございます。